お腹が空いたので、これを食べたいと思います。なんかさ、いい蕎麦食いたいんだよね。なんかタモさんとかが、食べに行った、なんか都内のどこだっけ、どっかにある蕎麦の有名店があるらしいんですけど、そこの蕎麦食べたいんだよな。通な食べ方は、なんか、まず、つゆにつけないで、そばだけ食べて、それで味わってから、そっからつゆにつけて食べるらしいんですけど。大人になってそばがね、美味しく感じるようになったんで、子供の頃なんか全然美味しく感じなかったんですけど。子供の頃は、そば美味しくないって思ってた。うどんとかラーメンとかが美味しいって思ったけど。でも大人になるとね、この蕎麦の美味しさが、に気づいてしまうんだ。分かってしまうんだよね。でもさ、蕎麦ってさ、あんましさ、差が生まれない気するじゃん、そこまで。なんか、そこまで蕎麦って変わるの？みたいな。いい蕎麦屋ってどんななんだろうな、みたいな。でもさ、確かに美味しくない蕎麦もあるんだけど、なんか、つゆとかさ、あとはなんか蕎麦の感じとか、確かに美味しくない蕎麦もあるはあるんだけど、平気で席をは、離して無音配信しちゃうのがいつまで経っても素人だよな、お前って。だって別にそんなクオリティ求めてないもん。だって別に素人っぽくやってるんだから。よいしょ。そもそもさ、プロだと思うんだったら、こんな何も内容がなく枠つけないでしょ。あ、黒板どうも。もう、ふわっちの人なんで、とりあえず枠つけて、こじきしてるだけじゃん、ほとんどが。こんな、配信のクオリティ求めてる人なんていないでしょ。で、そもそも配信のクオリティ求めたら、毎日配信なんかできないから。何かしら、なんかネタとか、探して、ね。そんな毎日毎日ネタがあるわけじゃないんだから、簡単に。あ、黒板どうも。配信のクオリティ求めんだったらそもそも毎日配信って無理よ。そんな毎日毎日ネタあるわけないじゃんだって。そんな簡単にね。まあ、あれだよね。例えばだけど、まあ、例えばギャンブル実況とか、ゲーム実況とか、まあ元からそういうなんていうの、ネタがある人は、結構毎日でもいけるかもしれないけど、これ知らん番号だな。まあそういうなんか、なんていうの、そういう人は強いよね。ゲーム配信とかさ。そういう系の人は、だってゲームやってるだけ、ゲームやってればいいだけだから。あと、ギャンブル配信とかもそうだけど、そんなんギャンブルかけてそれ実況してりゃいいだけだから、そういう人は結構比較的毎日できるかもしんないけどね。でもそういう、なんていうの？そういう配信しない人は、ネタなんてそんな毎日毎日ないでしょ、だって。つゆすげえ少ねえな、これ。だったらみ、なんだよ。何？
ああ。大丈夫。断んなくて大丈夫。断んなくて大丈夫。ああ。水飲んでるから。だってじゃあみんながさ、じゃあさ、ね？じゃあみんなが仮に生放送を始めようとするやん。じゃあ何するって話。それで毎日配信しようとして何をしていく？ネタなんてそんな毎日毎日ないでしょ。まあさっきも言ったけど、ゲーム実況とかギャンブル実況とか毎日するんだったら、まあ簡単だけど、そういうのをしない人もいるじゃん、中には。難しくない？そしたら。FX？ いや、だからそれ、まあそれも結局要するにギャンブル配信じゃん。まあそしたらさ、毎日 FX やってるだけでネタあるからさ、あれだけどさ。でもそういうのをしない人も中にはいるじゃないですか。ゲームとか、まあ、ギャンブルみたいな。まあ、こんだけじゃ足んないな。